俺は好きで悪いことしてるわけじゃないんだよ。え、そうなの？そうなんだよ。実は俺さ、ジャンクなんてもうやめたいんだよ。でもさ、怒られるのが怖くてなかなか言いたくなくてさ。さあ、いいからやれ。そんな、ごめんよ、いまないが、俺にはやっぱり無理だったんだよ。諦めるな、君ならできる。俺はこれ以上悪いことなんかしたくないんだ。てめえ、やっぱ裏切りやがってな。茨城が追っ守るんだ。俺はもうジャークなんかやめるんだ。中学生としての新しい生活には不安もあるだろう。不安に負けず勇気を出して一歩を踏み出してみよう。そうすればきっと明るい未来を作っていけるはずだ。そうだね。君たち一人一人が世界の、そして君自身の未来を明るくするヒーローなんだ。みんな素敵な未来を共に作ろう。はい、かっこよかった茨城たちに大きな拍手をお願いします。これからももっと頑張ろうと思いました。勇気を持って中学校でも挑戦したいです。自分に負けずにちゃんと自信を持って何事もできればいいなと思いました。卒業を間近に控えた、ね、この時期に来ていただいて、これから未来に向かってですね、さまざまな困難に立ち向かって生きていく子どもたちに力強いこうメッセージをいただいたのかなというふうに思っています。勇気を持って、未来を切り開いていく、そんな子どもに育ってほしいと思っています。